赤沼から湯の湖方面を望む。写真の左端から右端に向けて、富山北東六の高根が緩やかな斜面をなす。奥は、温泉が竹の南山六、手前は、戦場が原と、ぬかずか戦場が原自然研究路から湯の湖方面を望む。写真右寄りに、富山北東六の高根から、湯滝が流れ落ちているのが見える。富山は、 栃木県日光市の西部、南大遺産の西北西約8キロメートル地点にある、標高2 2 0 4ルの山。日光連山の西部に位置し、湯の湖や線状ヶ原に面し堂々とした山陽を、呈する。金星山、五色山、前白根、白根陰山等の2 2 0 0ル超級の山々と、共に、白根火山群の山体をなし、溶岩ドームである奥。 白根山の山頂部東側を取り囲んでいるため、奥白根は関東地方平地部からその山麓を望むことができない。富山を線状外原から望むと台形状に見え、その上底部にあたる尾根状に三つのピークを有する。これらのピークの標高は、北側から順に二千二百四メートル、二千百十五メートル、二千百九点六メートルとなっており、最北のピークが、 富山の最長部となっている。この最北部のピークから北西に向かう尾根を経て前、白根山に連なっている。また最南部の2109.6メートルのピークは、古城山とも呼ばれている。富山の北山6には、日光湯本温泉スキー場があり、スキー場の東側平地部は、日光湯本温泉の温泉街となっている。 湯本温泉の南側に面する湯の湖の水は、富山の北東六に突き出た、なだらかな、低い尾根によってせき止められており、この低い尾根を越えて溢れ出た水は、その南面を湯滝となって、線状が原方面に降り降りて湯川となる。富山の東山六部からは、東南方向の線状が原、湯川流域部に向けて四つのピークを持つ尾根が、三崎に突き出している。 この四つのピークの標高は、西から順番に1752メートル、1715メートル、1594メートル、1485メートルで、富山から戦場ヶ原に向けて、階段状の峰々を成しており、その最東端部は、泉門池の庭園を形成するとともに、戦場ヶ原の北端部となっている。比較的平坦なハイキングコースで、 初心者や子供連れのファミリー客で賑わう、戦場ヶ原自然研究路は、この富山の岬の東端を越えて設置されている。富山の西山六部は、富山沢及びその支流である緑沢の源流域となっており、緑沢には、緑滝がある。富山沢は、小田代ヶ原西川を流れて、途中で詰めた沢を合わせ、千住ヶ原を経て千住ヶ浜で、 中禅寺湖に注ぐ。富山山麓は大ね紅葉樹林で占められ、新葉樹林は山頂に近い部分のみとなっている。日光湯本温泉から白根山に向かう登山ルートが、東山の北西麓を経る。ありがとうございます。